マサート大学は、太陽国にある大学。プリーディパノム4像と時計大級賞は、で日本語では、法学大学と呼ばれていた。タイが、王政から民主主義体制へと移行した2年後の1934年6月27日に、法学者であり、首相、元老などを務めたプリーディパノム4によって、創設された。タイで、 最も歴史のある、チュラーロン高音大学に次ぐ歴史を有する。国立大学で王宮の近くに所在する、チュワン元首相をはじめとして、各界の多くの著名人を輩出している。設立当初は、タマサート学士1コースで、タマサートの名前の通り、法学系の大学であり、法学部門では大国内の権威とされている。また、 人文学などの講義も行われている。文系の大学として知られていたが、九百八十年代以降、国内の経済発展により、国内が慢性的な人材不足に陥ったため、タマサート大学は理系のコースも設置するようになった。人民党出身であり、自由体メンバーも務めたプリーディが設置したこともあり、ラーマ六世によって設置された保守的なチュラロンコーン大学に比べ、 民主化思想の傾向を持つ大学であった。1947年以降の軍事政権下では、反体制的運動の中心的存在となり、10月学生決起などを引き起こした。プリーディをはじめとして、多くの大学関係者が海外へ亡命し、大学の財産は差し押さえられ、国立大学化させられた。 1962年文学部が設置されると、入学後1年間は一般教養科目の履修が必須となり、民主主義についても学ぶようになった。その結果、学生の多くがタイの社会問題を考えるようになり、農村などへ出かけて民主主義の啓蒙活動を行うようになった。こうしたことが積み重ねられ軍事独裁に反対する勢力が拡大していった。 このような社会の動きが1973年10月14日、玉沢と大学の学長さんや、丹マサックを首相に押し上げ、軍事政権から民主主義国家へと移行した。しかし、保守派と右翼が大学を中心とする改革派との対抗姿勢を強め、学生や改革派市民を右翼が継続的に襲撃し、1976年10月6日に頂点に達し、 大学校内で多くの学生が銃撃され、暴力を受け死亡した。周りを警察や軍隊が取り巻いていた。タイはまた軍事政権に逆戻りするが、大学ではその後も民主主義運動が継続され、1988年に再度民主化を勝ち取った。その後も大学では民主主義と言論の自由を重んじる交付が維持されており、伝統となっている。AB サマサットユニバーシティアニアルレポート2008サマサットユニバーシティ2009年7月14日閲覧大島新人タサート大学綾別恒夫、林幸夫編長イを知るための60章明石書店2003年225から227ページありがとうございます